沢先生がその今日は100人超えるために頑張るみたいなことを言っていて、いいね、それですか。そう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 、絶対100人を超えてやるみたいなことをおっしゃっていて、そのニューストリームにおける視聴者数であったりツイッターにおけるフォロワー数みたいなものを競うようなそのゲームがこうなんか自然発生的に立ち上がっているのかなって思って、そのゲームとして設計はされてないんだけど、なんかこうゲームになっていくような部分っていうのがあるのかなって思って。それは無論そうだと思います。そしてなんか青木先生が抜けたことで緊張感が一気に僕の中で変わったんですけどもそれは無論そうだと思いますという感じですね、うん、要するにそのここでもちょっと申し上げましたけども、結局その認知的にこうそういう、まあ、ゲームをやっているという感覚というか、こういう、 こうある一つのこうリジットのこう構造があるような気がするというところがあって、はいはい、でそこの ある、まあ、なんでしょうね、まあ一つの指標だとか安定したこう環境があると仮定してその中にコミットしていくみたいなこと自体がゲームだと捉えるみたいなことを今日何度か申し上げてきましたけども、そういうのってこうゲームのプレイヤーの意識の持ちようの問題でしかないというか、そうなんですよね。でコンピューターゲームの話、またちょっと話をこちらに戻して、コンピューターゲームの何が偉大というか面白いかっていうと、コンピューターゲーム自体が一つ の安定的な構造を持ってるっていうようにプレイヤーをこうそう思わせやすいような仕組みをも提供したことだと思うんですよね。でこれ何を言いたいかというとですね、コンピューターゲームって実はこうコードがあって、でソフトウェアの中にこう、まあ、変えられないコードプログラムが入っていていじれないというふうに、まあ、思われているんですけれども、まあ、これ、まあ本当は改造用のこう雑誌とか買ってきて改造コードとか入れたり、あとこう、まあ、すごい人になってくるとこうリバースエンジニアリングっていうのをして、まあ、中のプログラムを読み込んでプログラムをこう書き換えて、で変えるとか本当は可能なわけです。でもそれをこう変わらないでゲームの構造がある一定の形を持ってるっていうことを信じることによって、やっぱこの振る舞いの安定性がすごく安定性っていうなんでしょうね、まあそこにこうコミ安心してコミットしてちゃんとこう毎回似たようなこうフィードバック似たようなっていうか、ある安定したフィードバックの構造が得られるんだみたいなことをこうすごいし分かりやすく提供しているようなものとして出てきている。でこれがこうアナログのゲームになっちゃうとこうルールを共有するにしてもお互いにこうルール知ってるよねっていうことをこう相互に納得するためのこう面倒くさい手続きが必要になるわけですよね。でこうルールをお互いにい長いルールであればこうその長いルールをお互いにこう共有していくまでに結構面倒なプロセスってやっぱ生じますし、まあ、それこそ これがゲームだって宣言されない場でゲームになっていくような場合、先ほど、ね、おっしゃったユーストリームになっていく、ユーストリームがゲームになるような場合とかってこうそれゲームだとついこう思うことがやっぱ重要で、それをこう逆にこうまあちょっと外側から茶化してユーストで尺フォロワー得たいとかバカじゃねえのとかっていうやつとか現れてきたら、そのゲームのことがちょっと壊れちゃったりするわけですよね。壊れるというか、感覚がこう成立をこうずっとしにくくなる、うん、そんなようなものかなと思ってます、うん、そうだ。もう一つちょっと面白い、その今のそのユーストリームの現象として面白いと思えるのは従来その何コンピューターゲームにおけるそのルール構造っていうものを、人間が理解してきたことを今度は、ゲームではない別のものに当てはめようとしてきているっていう、この行為は面白いかなって。本来ないのに勝手に自分で俺様ルールを作り始めて僕の解釈すいません、はい、解釈だと、どんなものでもゲームになりうるし、はい、なんていうかむしろこうゲームっていう概念自体が後付け的にできてきたものに過ぎないんじゃないかと思うんですよね。そのなんていうかまあそもそも、まあ、先生とかよくおっしゃられてるこうある種のルールみたいなものがこう安定的にこうできてきて、そこにこう安定性を持ったところにこう
一つそのそこで振る舞っていればこれはこういう構造してるんだというような観察が生まれてきて、でそれがこうなんかこう後付け的にゲームと呼ばれているようになっていったのかなみたいな、そんなイメージですけど、なんか僕聞いてて思ったのはやっぱり人間にとってね、要するに適応するために、適応とか学習をするためにやっぱり人間っていうのはなんかゲーム作ってるのかなっていうふうにすごい究極的には思ったんですけど、むしろゲームがなければなんか人間ってそんな早く適応できないっていうような、この逆の命題なのかもしれないですけど、だからむしろお猿さんがゲームをね作るかっていう、ことの方が、あ、それと人間との違 い, い で, でもお猿さんで例えば猿山のヒエラルキーとかみたいなものが出来上がっていくのとかって、あれは一種の意図的に作っているわけではないと思いますけれども、こう、まあ、制度と言ってしまっていればのか分かりますね、そういうものが出来上がっていくプロセスがあるわけです、そうですね、ゲームを作るっていうことがだけど適応とか学習を異様に早めるのかなっていう、ああそういうことでちょっと聞いてて思う、それはそれを言いたいっていう、まあ、ことなんですけども、なんか今回そのなんかキーワードで出てきたそのなんだっけ、ちょっと面白かったその適応のブーストっていうことキーワードをちょっと使われたと思うんですけど、だからその猿山っていうのは長年のそのなんだっけ、彼らの群衆としての猿っていうのが、うん、その自分たちがなんだっけ、ある程度そのなんだっけ、まあ、生き延びていくためっていうところから、うん、多分だんだん少しずつ形成されていったっていう、それは何だろう、外的要因からそれに対する適応っていうのがこう連続的に繰り返されていって習熟していったんですけど、人間の場合は今度はそれを能動的に今そう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 、はい、いやそういう意味で僕は言ってるんですけど、うん、そういうだからそういう自分が適応するような環境っていうのを、うん、人間は作るのがものすごくうまくって、うん、そこは確かに、まあ、猿の場合勝手にできているだけだけど、うん、それはおっしゃる通りだと思います。しかもなんかこう適応する必要のないものにまでなんかこう適応のする必要はないものですよね、コンピューターゲームとかって。でそこにまでなんか適応させるためのこう効率的なこう道具立てとしてこうなんかこう使っちゃってこう、さっきみたいなのこうシューティングゲームとかのこう これに適応していった人はどうなっていくんだろうみたいなこうものを作ったりするみたいな。でもその適応さっきのはそのもう全然なんかこれに適応してどうなるんだろうってさ、いわゆる弾幕ゲームみたいな感じであれなんですけど、いわゆる普通の ゲームっていう枠で考えた時のマジック・ザ・ギャザリングなんかは、はい、相当高度な割と駆け引きをやってると思うんですけど、なんかあれで要するに世界大会で優勝したような人がそのままなんか投資家みたいな感じになっていくとかっていう、そういうある意味別のところに発生したりとかって、あとそのああいうゲームをやることによってそのいわゆる本当の人間社会にもある意味もっと他の人よりも早く適応してしまうという投資家っていうような割と高度な知識を必要とするような場合が入っていくんじゃないかなとちょっとあると思います。あとなんかプログラマーとかで最近なんかプログラマーのためのなんか難題パズルみたいな割といい本が